ヒューガアイコは、競技マージャンのプロジャン氏。最高位戦日本プロマージャン協会所属。M リーグ、渋谷アビーマス所属。愛称は、ラブ・フェニックス。長野県千野市出身。2019年度現在、最高位戦リーグにおける女流プロの中で最上位に位置する選手である。学生時代は、服飾科に在籍し、デザインを勉強。将来の夢は、 アパレル業界で働くことだった。19歳でマージャンと出会い、22歳でプロ試験に合格。2011年にプロデビュー。同期入会には土田交渉など。2016年3月に第1回女流モンド新人戦を優勝し、女流モンド杯への出場権を得る。2018年6月からユーチューバーとして、マージャンウォッチの YouTube チャンネル内で、 ひなたんのマージャンするしないを開始。同月、アベマ TV で放送された、RTD ガールズファイト3を制した。同年10月に行われた第16期、プロクイーン決定戦に進出すると最終日の最後の2戦は、当時のプロクイーンだった、西島ゆかりと挑戦者の浅見薪との密度萌えになったが、最終戦で、総合2位からの逆転で、同決定戦を制した。 同月からは2018大和証券 M リーグのパブリックビューイング会場 MC も務めた。同年12月に結婚と妊娠を本人のツイッターで発表し、2019年4月7日に第一次となる女の子を出産した。同年7月9日に行われた M リーグドラフト会議で渋谷アビマスから指名を受け、10月18日の一戦目で M リーグ初勝利を挙げた。 同月から翌11月にかけて行われた第17期、プロクイーン決定戦の最終日で、最後の2戦は挑戦者の同日とみ二回堂ルミとの密どもえになったが、最終戦の南3局で、カンドラが、競技両方が乗るドラ級の3倍ンつもを決め、黒沢先以来2人目となる、プロクイーン連覇を果たした。現在は、女流プロと、ユーチューバーとして活動するほか、 最高位戦の主要タイトル戦や対局番組の実況を務めると、マルチな活躍をしている。天人と呼ばれる先の読めない性格であり、言動は、ひなた劇場と呼ばれている。独特なアニメ性の持ち主で、おそらく本人は意識せず、モと発生していると見られるが、ひなたがモ上がりするたびに、視聴者はそれに即座に反応し、チュモというコメントが埋め尽くされる。 個人賞は規定打数以上の選手が対象。ありがとうございます。